スープ。スープは、肉、野菜や、魚介類などを煮込んだ水分の多い料理。講義には、日本で汁や汁物とする料理や、厚物や吸い物とする料理など、及び料理の構成要素であるだしやつゆなどを含めるが、講義には、欧風の汁物料理を指して言う。スープは、本質的に、ソースと共通する部分が多いが、風味の濃縮度が、やや低く。 反対で食べる点が異なる。競技には語源となった欧州料理のものを指す。元来はパニ肉や野菜を煮込んだ鍋物の出しとぐ、あるいはワインやシードルといった果実酒をかけてふやかした上場の料理を指した。戦士時代に調理用の土鍋が発明された時から、スープの歴史は始まったと言われる。五世紀の古代ローマの料理書、アピキウスの料理長には、 富裕層向けの香辛料やハーブを使った数種類のスープ記載されている。中世に入ると、ブイヨン、ブイヨンイギリスでは、ブロスと呼ぶが文献に登場し始める。この当時のブイヨンは、肉を煮た後の煮汁を刺し、現代のものより、とろみがあったと思われる。リチャード二世地下のイギリスで書かれた最古の料理書、料理集、フォーム・オブ・クリー、1390年には、 ネズミイルカのブロスや、ノロジカのブロスなど、スープに近い形の料理が再録されている。ドイツ最古の料理書、良き料理の書、1345年にも、豆やガチョウのスープのレシピがある。15世紀になると、とろみのある濃い煮汁は、ポタージュ、ポタージュと呼ばれるようになる。当時のポタージュはポ、鍋の胃の派生語で、鍋の中に入っているものという意味だった。 イギリスでは、ポタージュは、複数の材料から作る料理から出た煮汁を刺し、この後から、ポリッチ、ポリッチ穀物状の概念が分化した。同時期に、フランスでは、ソップ、ソップが文献に現れる。ラテン語のスッパーレ、スッパレひたすが語源であり、本来的な意味では、煮汁に添えるパンを刺した。英語のスープ、フランス語のソーペ、スプ、ドイツ語のズッペ、 スペイン語やポルトガル語のソパ、ソパといった欧州圏の同系統の料理は、鍋物の煮汁、すなわちブイヨンや果実酒に浸して食べるためのパン切れの意味で12世紀頃から用いられ始め、14世紀になってパンに煮汁をかけてふやかしたパン入りのブイヨンを刺すように変化していった。17世紀以降に、中、上流階級のものに供される食事が洗練されて、 クルト、素材の味がたっぷり溶け出した、ブイヨンそのものが重視される傾向が生じた。極端なものでは、コンソメのように、ほとんど純粋なブイヨンにまで洗練されて、主役の一方であったパンは、クルトンのような浮き身にまで痕跡化するに至った。また、パンに相当する、でんぷん質の食材を裏ごししたり、ベシャメルソースにして、完全に流動化させる、クリームスープなどのようなものも多い。 もともと、フランスでは本来はパンにかけるような鍋物を、ブイヨンを、独立して飲み、また改めて柔らかくなった具を食べる独立した料理として扱う場合には、火にかけた鍋を意味するポトフと呼んだ。フランス料理では18世紀になると、このブイヨンの部分が肥大していった洗練されたスープを、郷土料理の伝統的スープと区別して、改めて鍋物を意味するポタージュの名で呼ぶようになっていた。 一方、イギリスの料理書では、はっきりと区別されず、ポタージュとスープの両方の子が使われてきたが、やがて五感からポタージュは、フランス料理起源らしいという考えが優勢となり、フランス料理的な含みを持たせたスープは、ポタージュと呼ぶ、という使い分けがなされるようになった。アンシャンレジームの時代、体調を回復させるレスター料理として、 富裕層を対象にしたレストランと呼ばれる濃いコンソメを使ったスープ料理を商う店が現れ始め、それが後の飲食業としてのレストランの起源となった。中世のヨーロッパではパンは伝統的には食事のたびに焼きたてのものを供するのではなく、時を置いて村の共同のパンやき用でまとめ焼きした大きなものを時間をかけて食いつなぐものであ そのため焼いてから時間の経ったものは硬くなっていたし、そもそも寒冷で、痩せた土地の多いヨーロッパの多くの土地では柔らかい、ふわふわした白いパンを焼ける、小麦の栽培は困難で、ライ麦や塩幕の栽培が主体であったため、それらを素材とした、もともと硬い黒パンを常食とした土地が大半であった。そうした、大きな硬いパンはそのまま切って食べることは少なかった。 通常食事に際して、肉、特に豚肉を保存食に加工したハム、ベーコン、ソーセージといったものなどと、季節の野菜を鍋で柔らかく煮込み、汁の部分に味が良く溶け出した鍋物を作り、課長がパンをナイフで切り分けて家族に配り、それを各自が蒸したものを入れた皿に主婦が汁を注いで、ふやか、さらに柔らかく煮えた具を乗せて食べた。実は、ワインやシードルといった、 果実種も、古くはこうした硬くなったパンをふやかして食べやすくする意味が大きくそうした用途のための果汁をアルコール発酵によって保存食にした性格を有したのであるスプーンが普及する以前の時代には厚く切ったパンを各自の食卓に置き食器の代わりにその上にこのようなシルト具をかけてふやけたものを手でむしって食べたとも言われる現在でも欧米でスープ あるいは、ポタージュと呼ばれる料理には、元来のふやかしたパンの痕跡であるクルトンや、パスタなどの浮き身や、裏ごしした、穀類、豆類、ジャガイモなどに期限する、でんぷん質の素材が入っていることが多い。日本では、汁物が、主食に付随する、飲むものと認識されているのとは、対照的に、欧米では、量の少ない軽めのスープが、主菜の前に供されることが多く、 ボリュームのあるスープは、軽い食事では、特にそれ自体が主催級の食べ物となり得る。なお、英語、ドイツ語、フランス語ではスープを、飲む、ドリンク、トリンケン、オイレではなく、食べる、イート、エッセン、メンジャーという。また、英語のサパー、軽い夕食と、同語源である。この点からもスープは、食べるものであったことが伺える。 ヨーロッパのスープが、だしの部分を主役とする料理に変質していったため、今日では、一般的には非欧州県の汁物料理や、欧州圏でもふやかしたパンとの結びつきの薄い、汁物料理全般をスープに分類ることも多く、なっている。例えば日本の味噌汁は、パンとの結びつきはないが、英語では、味噌スープと呼ばれている。あえてスープの原型に相当するものを。 日本料理に求めようとすれば、増水や雑煮が類似している。また、欧米でも本来は、スープというよりも、魚介のポトフといった方がいい分野ベースが、今日では、スープとみなされているのが通例である。アジアの汁の多い麺料理は、西洋ではしばしば、麺の入った、スープ、例、英語のと認識されている。ヨーロッパでは古代ギリシア以来、異色同源的な考え方があり、 中世から近世にかけては、スープは医者が処方する薬の一種でもあった。今日でも病気の回復期には、口当たりが良い栄養価のある食事として、スープやカユが用いられる。また、災害や貧困などの炊き出しで一時に、大勢の人間の食を賄う場合、真っ先に作られる料理の一つがスープである。スープには、栄養海外にも、 鎮静と癒しの効果があると昔から考えられてきた。料理に旨みを加えるための液体、例えばラーメンなど、麺類の出汁、および、出汁を塩など調味料で味付けしたつゆのことも、それぞれ、スープと呼ぶ。牛肉、豚肉などの肉類、鶏ガラ、もみじ、豚骨などの骨、煮干し、あご、干しエビ、貝柱などの魚介類やその干物、玉ねぎ、人参などの野菜、 昆布などの海藻、椎茸などのキノコなど、用途やフードに応じて様々な食材を使って作るものがある。スープには、食材のエキスやアミノ酸、核酸などの栄養成分や、旨味成分を多く含むものが多いため、比喩的にエキスが豊富に含まれているような状態を指す場合もあるアミノ酸のスープと、日本料理のスープ料理には、汁物と吸い物がある。 飯と共に飲食するものが汁物、酒と共に飲食するものが吸い物である。その他、雑煮や蕎麦やうどんなどがある。蕎麦やうどんでのスープであるつゆは、量が多かったり味が濃かったりするため、残してもマナー上問題ない。和食以外に、様々な外国料理の影響を受けた。戦後の日本では、多様なスープが、各家庭や、料理研究家、食品メーカー、 飲食店により考案されている。北海道札幌市発祥のスープカレーや長崎市発で魚介類を使う長崎ソップ、ソップは江戸時代に長崎手島に召喚を置いていたオランダの言葉でスープの胃のようにご当地グルメとなった例もある。汁物料理を中国語では言う、タン、タンと書き、朝鮮語でも同様にタンと呼んでいる。ただし、 中国語では、とろみのある汁物は、ゴン、ゲング、台湾ではトモという。また、長時間煮込むか蒸して作る汁物は、その料理法から、トン、トン、DN、すまし汁は、その料理法から、サン、クアンという字を、素材の前につけて呼ぶことが多い。また、茶碗蒸しの器に似た容器に入れて蒸すスープや食材を、それに見立てたものは、容器の中から、ジョン、ジャウングという字を、 素材の後に付けて呼ぶことが多い。北欧の各国にはデザートと紙一重の存在とも言える果物を使った甘いスープがあり、ブルガリアのタラトールやスペインのアホブランコなどは限りなくサラダに近い。地中海沿岸のイタリア、フランスには魚介類を入れたスープがあり、ハンガリーにはフヤーシュがあるなど各国にその特産やフードを生かした名物料理がある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。